今月は音楽に合わせて簡単なリズム体操を行います。動きやすい服装で手足が周りに当たらないよう広い場所で行いましょう。軽い水分補給や急に動きを止めないように注意して行いましょう。今週は2歩横にステップする2サイドステップをしながら両手を動かします。最初に姿勢を整えていきます。まずお尻に力を入れましょう。次におへそを背骨に近づけるようにお腹に力を入れます。良い姿勢で行うことで足への負担が減りますよ。それでは音楽に合わせて動いていきましょう。その場で歩きます。5、6、3、はい、1、2、1、2、1、2、一度肩を回します。前から後ろ、後ろから前、腰を伸ばして歩きます。それでは2歩ずつ横にステップをしていきましょう。胸を張って行います。5、6、3、はい、1、2、1、2、1、2、膝と膝を近づけるように内ももに力を入れて行います。足のステップは小さくても構いません。腕の動きは片手ずつ、肘を後ろから前に回す動きです。それでは行きましょう。せーの、1、2、1、2、1、2、あと4つ、4、3、2、1、歩きましょう。もう一度行っていきます。前を向いて行いましょう。5、6、3、はい、1、2、1、2、腕を大きく動かします。呼吸を止めずに行いましょう。肩に力が入りすぎないようにリラックスして行います。あと4つ、4、3、2、1、歩きましょう。呼吸を整えて歩いていきます。それでは下から深呼吸を行いましょう。吸って吐きましょう。足を止めて胸の前から吸って吐き切りましょう。音楽に合わせて体を動かすことでストレス解消にもつながりますよ。心も体もリフレッシュし、健康な体づくりを目指しましょう。